Judas. Genesis got taoshita no wa fake de kore ga shin no stage boss nan da. Soitsu o taoseba kitto koryak o yashi. Ittan don't need to stock up on anything, man. Let's just get this over with. Oh, great. Gotta go to the boss. Gotta go tell the others about the boss. Why we gotta go tell the others about the boss? Why can't we just go beat the boss and then go tell everybody else? クエストをクリアしまくってるってやつだろ。ジェネシスの話か。その前は確かステージボスをトップランナーよりも早く見つけ出して倒しちまったんだよね。正直このゲームの最今やどこもジェネシスの噂で持ちきりだな。いや、エゲリにアスナ。あちこちで聞くよね。あの人の噂。そりゃそうだろうな。始まったばかりのこのゲームで あいつの一日のほとんどをここで過ごしているコアの奴らですら全くもってかなわないって状況だ。そこまでなのか、あいつの実力は。にしてもあの人の噂を聞くたびに黒の剣士っていう名前が出てくるの。この世界で黒の剣士といえばあいつのことらしいからな。とはいえ俺たちサバイバーにしてみりゃ やっぱ釈然としねえよな。うん、そういえば攻略のトップランナーだった何人かが引退したらしいぜ。活躍の場を奪われた挙句こうまで噂が広がったら続けられないもんな。えげつないな黒の剣士。あ、だからプレイヤーとしてのスキルは高く、SAO の黒の剣士だってかなり嫌われていたと思うけど。 ううん、それは違う。それはわざと嫌われるように振る舞ったから。あ、そう。SAO のベータテスターが多くのプレイヤーたちから敵意を向けられた時、黒の剣士という名前にはそれだけの重みがある。ただ同じ呼び名でも本質はまるで違う。俺たちの知っている黒の剣士ってのは人のことを思えるやつ。さあ、 これからバトルの準備だろ。ジェネシスが倒したっていうボスの他にもう一体のステージボスが隠されていたとはな。もうアルゴさんがボス討伐の募集を始めてくれてるよ。これで新しいエリアへの道が開けばプレミアちゃんのクエストを続けることが。あの子のためにも絶対にステージボスを倒して先に進もうね。ああ、そうだな。必ず倒。 Screw it, let's just go take it down. Some of them serving a fate. Battling, you'll notice that he switches between two different forms. Head is a weak point, but too high to reach. And jumping won't be close. You have to destroy all four of its legs first.
hits the ground, that's when you want to womp on it. Watch out. Switch forms, you need to take out all of the legs at once to bring it down. That's all we know. Any questions? Ready. How are we doing this for a... Oh, what a pretty little horsey. Gonna die, little fella.
Well, it's a good thing Premiere wasn't in this thing. More. I barely get through this thing because there's got too many damn targets. Oh,
I'm focusing on his legs or so goddamn much. Booyah. That was crazy. That was a crazy fight. That was a crazy, crazy boss fight. That one actually got me. Man. The other ones before that wasn't nearly that challenging. That was pretty good. ああ、解放されているのを確認してきたぞ。攻略コンテンツが停滞して新鮮な情報がなくなると、それにしても、キーボー、今や真のトップランナーとして、周りが…プレミアのクエスト攻略を続けたかっただけなんだけどな。普通なら誰もが見落とすはずさ。あ
そこで騒いでいるやつだけじゃなくてね。冗談言ってんじゃねえ。ボスを倒してもヒントすら出なかったんだぞ。そんなこと言われても実際これだけ噂になってるしさ。クソモブが。ジェネシス。おいてめえ、もう一匹ボスがいたっていうのは本当？ああ。なんで先があるって気がついたんだ。別に気がついたわけじゃない。ここで終わらせたくなかっただけだ。終わらせたくなかっただろ。何のために攻略をしているか、その違いが今回の結果につながったんだ。自分のためか人のためかっていう違いでね。誰かのために攻略だ。哲学のつもりかよ。吐き気がする。この世はもっと単純だ。強いか、お前らにもそのことを味わわせてやる。なんでやの野郎。メンツを潰されて面白くねえんだろ。まあ気にするな。攻略で競いたいってならやらせておけばいい。だな。俺たちはあくまで。なあ、なんかちょっと心配。クソ運命がくだらねえ展開を入れやがって。実力のねえやつは淘汰されんのが常識だろうか。あ、俺のこと見たのか。こいつは1コルしかよこさねえクエスト NPC。 そういやあいつこのモブを連れ歩いてやがったよな。わざわざ連れ回すってことは何かあるってのか。He's gonna do something bad. I might as well just go ahead and just check it out. Or just get that cutscene over with, because you know it's a cutscene coming. I hate him, but it's a cutscene. Always got something going on. よ、エギルにクライン。おう、キリトか。二人揃って何してるんだ。ちょいとヤボ用でな。町の西にある民家にアイテムを届けに行くんだ。ああ、それって確か鑑定スキルに補正がかかるアイテムが手に入るクエストか。ついでにその近くにあるレストランでラーメンらしき食い物が食えるらしいから行ってみようと思ってよ。ラーメンとは珍しい。暇ならお前さんも付き合わねえか。 SAO の時に食ったアルゲートそばの二の舞はないよな。それも受け入れるのが新規開拓の醍醐味よ。そうだな。興味あるし俺も行くよ。よし、そんじゃ出発だ。確かこの辺りに。そこじゃねえか。店の前に何人か並んでるぜ。おお、間違いねえ。ここがラーメンの出てくるレストランだ。列ができてるってことは味に期待ができそうだな。その代わり少し待つことになっちまう。なーに、この程度の列 SAO を買うために並んだ時に比べりゃ何でもねえ。ん、どうした。ほら、おプレミ。こんなところも歩き回ってんのか。そういえば前も町の外れで会ったことがあったな。
そうだ、プレミアちゃんも誘わねえか。果たして NPC の口に合うかな。それ以前にラーメンを知らなそうだけど。おい、珍しいところであったな。私ですか。ああ、ちょうど俺もクラインとエギルドで出かけ、これから食事をするんだけど、よかったら一緒にどうかな。食事？うん、ラーメンっていう食べ物なんだけど。食事、ああ、向こうで二人が待ってる。いやー、うまかったな。ああ、VR の技術はここまで進歩した。ゲームだけに限らない、別の可能性を感じるよな。ただよ、俺としては VR でうまいものが食えるとなると本業に危機感を覚えちまうぜ。 VR じゃ喫茶店を経営しているんだもんな。大丈夫、コーヒーと酒の味に関しちゃ VR はまだまだだからよ。どうだった、初めてのラーメンの味は。美味しかったです。よかったぜ、プレミアちゃんが満足。それにしてもものすごい勢いで食べていたよな。こう見えてプレミアは食いしん坊だからな。気に入ったならまた一緒に食べに来よう。食事、またどうしたんだよ、よく一緒に食べているじゃないか。いくらうまい飯でも一人で食ってたらうまくねえもんな。飯ってのはやっぱみんなでテーブルを囲んでこそだ。現実じゃ、お前さんは一人ぼっちだもんね。そうなんだよ、寂しい一人暮らしじゃ飯もうまくなくてよ。っておい、エギル、俺だって彼女や可愛い妹と一緒に飯食いた。どこかプレミアの様子がおかしい。一緒に食事することに戸惑ったり、会話が噛み合わなかったり、ここ最近のプレミアはみんなとすっかり打ち解けていただけに。Yeah, I think the dude did something. I'm going to get that other cutscene out the way because I know it's there. Exactly. さあ、2階のフィールドに突入だ。こりゃどう見ても砂漠や荒野っていいね。どういうステージかつかみづらいね。It's a damn desert. Oh, Austin, don't be a blonde.ヒントがないのも事実だし、周りを見るためにも少し歩いてみようか。ねえ、誰もあえて言わないようにしていると思うんだけど。どうぞ。Oh, great, more complaints. I'm literally not finna hear. I'm so serious, I'm not finna see anyone deal with this. This one talking about this one is hot, this one is talking about that one's hot, and all this. There's always gotta be some crap going on in these games. I don't know why I'm mad, it's just that it's just making extra unnecessary dialogue when you just want to explore the area.みんな、ダメージを回
くしたいけど、ポーション全部全部飲んじゃったの。一本飲んだらもう一本飲みたくなっちゃって。勇気、私のあげるよ。本当？でもこれ以上戦闘が続くとなると、私の持っている戦闘があることを考えたら、やっぱり一度Finally. That it? All I wanted to do was just beat the boss and deal with it.